祖母の家。これは田舎に住む祖母の家を訪ねた際に撮影された映像である。画面中央の戸の奥にご注目いただきたい。奥、扉？扉ってこと？あ、なんか見てる？え？何？えぇー！やめて、やめて。お分かりいただけただろうか。いた、いた、いた。縁側に座る孫と祖母。寝転がってる。寝転がってるやつ、ちょっと頭が気に入れない。戸の奥から黒い顔のようなものが睨んでいるように見える。黒猫の呪い。これは猫好きの男性が野良猫を撮影した映像である。その中の一つに不可解な映像が映っているというのだが、目が光る黒猫を追いかけていく撮影者、駐車場の車の下に逃げ込んでいく黒猫、すると、もう一度ご覧いただこう。猫を追いかけていったその先には正気のない白い顔が。もういや、もうや、もうや。これは人の顔なのか。ビデオレター。親元を離れ一人大学に通う娘が両親に宛てたビデオレターである。はい、ママ、パパ、元気？あなたの可愛い娘よ。この心温まる映像に邪悪なものが映り込んでしまった。緊張したりしてるのよ。おかしいでしょ。通り過ぎたじゃん。ね、通り過ぎました、ね、通り過ぎたよ。今の何？ほら、通り過ぎたじゃん。ちょっと待ってて。よく行くよ、ね、行けない、行けない、怖い、怖い。気のせいだったみたい。ナーバスになってるのかな。もう嫌になっちゃう。あ、カメラが。やだ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 。何残ったの？おかしいわね。よし、カメラはこれでいいはず。廊下を歩く謎の女性。そして覗き見る人。とある温泉地で楽しげに語らう少年たち。彼らを見つめる異様な瞳をカメラが捉えていた。後ろに置かれた机の上に注目。顔のようなものが現れる。少年たちを見つめる。その人が一体何を訴えているのか。渚の訪問者。子供を連れて近所の海岸へと遊びに来た一家。危ない、気をつけて、気をつけて。ほのぼのとした一家団らん。その楽しげな雰囲気に引き寄せられたのか、家族のもとにこの世のものではない何者かが忍び寄っていった。気をつけてよ。岩場で遊ぶ男の子。その奥から何者かの足がゆっくりと忍び寄ってくる。この海で死んだ者が未だ彷徨っているとでも言うのだろうか。悪夢の人形供養。人形、愛くるしい反面人の姿をしていることから魂が入りやすい、怨念がこもりやすいなどと言われる。
そんないわくつきの人形が日本全国から集まる神社があるという、うわおびただしい数の日本人形。ここ淡島神社は1700年の歴史を持ち、ひな人形発祥の地とも言われている。そして神社にはもう一つの顔が、人形供養。日本全国から年間40万体の人形が供養のため送られてくる。そのため境内は供養を待つ人形であふれている。開始から4時間が経過。寒さと恐怖で疲れも見え始めた。しかしこの後、恐ろしい怪奇現象が2人を襲う。これあかん。もう一度聞いてみよう。動いた。来たよ。左下の人形に注目。人形が動いた。ちょっとキッチンに人の気配がするわよ。深夜2時、1階の物音で目が覚めた夫婦。その音はどうやらキッチンから聞こえる。もしや泥棒か。誰もいないぞ。キッチンを見てみたものの人の気配はない。もう振り返んないで、もう振り返んないで。気のせいじゃないのか。もう早く戻って。とその時、え、突然鳴り響くジューサーの音、そして一瞬にして荒らされたキッチン。焦って2階へと駆け上がる。すると、びっくりした。こちらを覗き込む人影が。再びカメラを向けると消えていた。しかし、こちらを覗き込む人影、そして一瞬にして階段上にいるこの男。一体彼は何者なのか。指。韓国のソウルにある雑居ビルに設置された監視カメラの映像。仕事を終えた男性が帰宅しようとしていた。そこへ忘れ物を取りに来た同僚が再び電気をつけ部屋の中へ。忘れ物は傘だったようだ。部屋にはもう誰も残っていない。そして男性は再び電気を消した。お分かりになっただろうか。分かんなかった。ドアの下部分にご注目。ドアの後ろからスーッと伸びる手らしきもの。いるいるいる。さらに忘れ物を手にした同僚が部屋を出た後、再び電気を消したその瞬間、そこに白い服を着た女性らしき姿が。入ってくる魔物。これはアメリカイリノイ州にある家の寝室。画面左側にご注目いただきたい。そこに奇妙に動く影が。ベッドで寝ているこの女性は
寝室で聞こえる不可解な音に悩まされていたという。そこで寝ているところをビデオで撮影した。そこには恐るべきものが映っていた。もう一度ご覧いただこう。彼女のベッドに潜り込もうとする得体の知れないこれは一体何だったのだろうか。悪夢のドライブ。深夜旅先で道に迷ってしまった二人の若者。お前ここがどこか分かってるのか。いや完全に迷っちまった。どうするんだよ。うるせえな。このまま行けばどこかに出るさ。しかしそこは人気の全くない一本道。これやばいよ。参ったな。するとあれちょっと待って、人がいるぞ。えおおよかった。お道聞いてみよう。道端に一人立つ女性。こんばんは。ちょっと道を聞きたいんですけど。いやもう怖い。いやだこっち向かないで。こっち向かないで。あの聞こえてますか。話しかけても返事はない。すると怖い。やばい。なんだよ。もうあのやばいやばいぞ。逃げよう。急げ。開かない。なんだなんだよ。なんだこいつ。おいやめろ。おいやめろって。後ろ後ろ。やばい後ろ。押されてる。どんどん上に行くぞ。突如豹変した佇む女。そして車を押す無数の手。彼女は一体何者だったのか。そこにいる恐怖。家族を撮影中に向かいの家から突然大きな声がしたのでカメラを向けた。夫婦喧嘩だった。うわ。そこにとんでもないものが映り込んでしまった。お分かりになっただろうか。夫婦喧嘩をしている妻の右側に天井へ登っていく人の頭らしきものが。さらに撮影者の妻のそばにも何かが迫っていた。お分かりいただけただろうか。撮影者の妻の左側にこちらを覗くと女性の顔らしきもの。ビデオメッセージ。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。結婚する友人にお祝いのビデオメッセージを撮影。しかしそこにそれは映ってしまった。幸せに。おめでとうございます。長くお幸せに。おめでとうございます。喧嘩が一体戦慄のオフィス。台湾のあるオフィスに設置された2台の監視カメラの映像。残業で一人残った OL が仕事をしていると。突然ご覧いただこう。一瞬画面にノイズが走り椅子が動いた。気のせいと思ったのか再び仕事に戻る OL。 しかしに引きずられていく。扉が開いて。何これ。どうなったの。
彼女を引きずるものは一体何だったのか。